セスジートトンボはトンボメイトトンボ科の昆虫。日本全国及び朝鮮半島、中国、ロシア極東部に分布する。全長が二十七から三十七ミリメートル、腹長が二十一から二十九ミリメートル、甲子長が十三から二十二ミリメートルになる。未成熟の個体は、オスメスともに体色が単成色だが、成熟すると、オスは青色に、メスは緑色から、 高褐色になる。ただし、メスでも、稀にオスと同じ体色になるものもいる。黒いトトンボ族の多種とは、オスの上付属器が、歯の地上に開くことや、メスの全境公園がえぐれないことで、区別できる。秋に黒化してくると、ムスジートトンボと、半紋が類似する個体も見られる。メディアを再生する飛翔の40倍高速度撮影未時間0.13秒、平地や丘陵地の、 不要植物や沈水植物のある故障や河川中流から下流域の流れの緩やかな場所、溶水路などに生息する。成熟したオスは縄張りを持ち、時折その周囲を飛んでメスを探す。メスが見つかるとすぐに連結して植物に止まり交尾をする。産卵は緩やかな流れがあるところで行われ、主に連結して、 水面付近の植物に産卵するが、メス単独で行われることもある。場合によっては、潜水産卵を行う。卵の期間は1から3週間で、幼虫の期間は2ヶ月から1年程度。冬には、幼虫の姿で越冬する。ありがとうございます。